ドットコムチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。高校野球ドットコムの川島です。今回は、甲子園ベスト4に進出した中京学院大中京に来ております。お話を伺ったのは、チームの躍進に貢献した赤塚健人投手と藤田健人選手のバッテリーです。プロ志望届も提出している赤塚投手と藤田選手ですが、一体どのような成長を辿ってきたのでしょうか。今回は赤塚投手を紹介していきたいと思います。身長とか中高1で身長どれぐらいだったの。90まあ93、まあ、今とか変わらないです。他のスポーツで誘われたのかあるんですか。中学校の時は、まあ、バスケットとかサッカーに誘われて、高校は、まあ、サッカー部に外人の当時の方がいるんですけど、その人に来ないかずっと言われてるかもしれない。その中京じゃなくて中京です。あ、中京に、はい、そうなん。入ってから、はい、ずっと会うたび、はい、もう恋恋になって外人の方です、はい、あ、そうなんですね。でも自分は野球だと。まあ、そうですね。野球しかない。実際他のスポーツ得意なんですか。いや、ない。普通にできるのかです。波プラス身長。そうっすね。身長はバスケとかめっちゃ強いです。あ、バスケやっぱ強いですか。リバウンドとか、はい、全部取られるんですね。リバウンドしかしないです。ドリブルとかドリブルしないです。それでどう。まあ、縦ブレができてなくて、それで森コーチのトンネル投法やってみようって、そっちの方が縦ブレできてたんで、それでどんどん体を回らせ、なじませよ、せろって言われて、まあ、4ヶ月から3ヶ月ぐらい、スマホでやってました。勝田君の身長でトンネルって結構迫力あるんじゃないですか。実際どうだったんですか、やってる縦ブレでいい感覚投げるって。春になってから、まあ、トレーニングする前よりは、まあ、縦振りで振れてたと思います。ストレートの球速ってどういうふうに変わってたんですか。入門が135ぐらいですね。そのぐらいですね。で、3年の春に40で、足が1年生41ぐらい、40で、で、夏に48が夏って春から夏にかけて8キロあったんですね。はい、結構上がりましたね。でもボールの質の変化ってだいぶ変わりました。低めが伸びるようになりました。前やって当たりたい、シーズンでシュートしたりみたいな結構多かったんですけど、まあ、春先ぐらいから徐々に低めが伸びてくるようになりましたね。スピードもそうですけど、質の変化ってのもありました。あ、何が変わったんですか。ネットで調べた中では、まあ、腕が振らないみたいなのでなんかよくわかんなかったんですけど、まあ、いろいろその人のことを調べてみたら見てそれいろいろ教えてもらって、まあ、力まない地面をしっかり蹴るだとか、基本的なことだとか、それを取り組んでみたら、変わるかもしれない。逆になんか、まっすぐが変化球ですよね、動く、動いて角度があるから。だから、もう自分は真ん中構えるだけでいいですか。真ん中構えたら適当に動いていけるあ、そうなんですか。はい。ですから、真ん中を構えるときは、勝手に散らばってくる。自分としては真ん中投げようと思う。いい感じにこうなんです。逆に今度はコース構えたらそのコースの投げ落とし腕振れなくなる。その辺やっぱり1年生から見てるって分かってる。20日は真ん中だけ構えておけば真ん中しかそうなんです。そのままですか。どうですか、キャッチャー藤田君って
球方って結構ありますか、ね、恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしいですか、いいえ、まあ練習試合とかではもういろんな厳しいこと言われてえ厳しい返球とか返ってきたんですけど、まあよかったはい、赤塚での3年間の成績どうですか。そうですね、最初は伸び悩んでしたんですけど、絶対良くなると思っていたんで、自分の赤塚をどうにかしたいっていう思いでずっとやってて、最後の最後でやっと目が出たんで、はい、自分としてもめっちゃ嬉しいですし、だってこの体格ですよ、はい、絶対この体格で150投げれるわけがない、絶対投げれるの、うん、それにしては130後半ってめっちゃ物足りない、物足りないじゃないですか、絶対もっと投げれるんじゃないと思って、ずっと言ってたんですけど、絶対育てればなんとかなると思って、自分も頑張って、まあ、育てようと思って、ずっと高校をやってきたんですけど、はいはい、最後の最後に成長してくれるのは、めっちゃ嬉しいです。うん、それでは、今後は、キャッチャーとしてリードした、藤田健太選手に聞いていきます。藤田選手はどのようにして赤塚投手を引っ張ったのでしょうか。いやー、もう普通に打ったら絶対打たれることはないと思っていたんで、まあ、赤塚は絶対打てないと思って、角度があるんですか、どこそこ多分近いから、そう余計速く感じると思うんですけど、身長もあるし、それでいて、まっすぐ動くんで、そうですよね、はい、あんま綺麗じゃないですよ、そうなんですよ、取りにくい、めっちゃ大変なんですよめっちゃ大変ですよ、はい、まあ、でもそれもあって、やっぱ打ち取れるんじゃないかな、だからこそやっぱああいう強力打線に抑えるその動く上でもスピード出ますし、はい、綺麗もいいですし、そのコーナーにコーナーについてくれるので、でもそれがやっぱまっすぐだけで抑えられるようになる。また2年生の源健太選手にもお話を伺いました。源選手にとって赤塚選手はどんな存在なのでしょうか。お話聞くんですけど、はい、赤塚くん何かありますか。赤塚さんは結構自分も一緒に何て言うんですかね、絡んだりすることもありますあったんですけど、どちらかというと強なんていうんですかね、性格はめちゃくちゃ強いわけじゃなくて。はい、ちょっと何ですか、優しいタイプというか。あ、それはすごい分かります。はい、優しくて、まあ、かまってちゃんというか、まあ、そういうところもあるんですけど、まあ、ピッチングになるとやっぱ目の色変わるというか、はい、やっぱりそういう部分では、まあ、身長もあるんで、やっぱり、自分も身長あるんで、まずどういう投げ方してるのかなっていうのを見たりしましたし、やっぱり球も速いんで、どうしたらああいう風になれるのかなっていうのは自分でも研究というか一緒に勉強したりとかしてましたね。それでは赤塚投手にドラフト前へ向けて意気込みを語っていただきました。じゃあ今後の目標をちょっと教えてもらえればと思います。まあ最終的にはプロで活躍できて、小さい僕のあんなポケモンみたいなストーリーをやりたいって言われるような、まあ、ピッチャーになります。赤塚選手ありがとうございました。ぜひ経路感抜群のピッチングを次のステージでも発揮していただきたいです。赤塚選手のインタビューは高校野球 .com で掲載をしております。そしてチャンネル登録もお待ちしております